毎度お世話になっております。ネクストキング実況プレイ、今日もやっていきます。よろしくお願いします。前回は天空の塔の一番上ですごい頑張ってるセルリアック将軍を撃滅し、フェンネルの天界出戻りを阻止しました。残すところあと1ヶ月、気張っていきましょう。いくぞ！でって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 かんでてててでって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 て。さもあろう、塔の上で頑張ってるセルリアック将軍を討伐したんだからな。サイコロ1個じゃ足んねえな。今すぐ王位を俺に譲れよ、親父。次の冒険先を発表するぞよ。お願いします。いざ行け王子たち、今週の冒険は妖精の森じゃ。うん、はい。まだ何かあるのかな、妖精の森で。もうないよね。ああ、散々イベント経てきたからね、さすがにもう妖精の森には何も残ってないと思うんだけど。さて、おフェンネルいるじゃん。感謝の言葉とお礼の金品が欲しいな。オンブトロソお兄ちゃんじゃね。素でお兄ちゃんって言っちゃった。こんにちは。はい、こんにちは。どうしようかな。夜店の指輪をあげよう。幼なじみと将来恋に落ちるための必須アイテムだからね。素敵なプレゼントありがとうございます。うん、フェンネル羽大丈夫？そういえばすげえグロい感じにボロボロになってたけど、赤チンとか塗っといた方がいいと思うよ。今回は別にフェンネルじゃなくていいな。好感度の一番低い子を冒険誘おうかな。じゃあの、何もないの？感謝の言葉は、おい、おいフェンネル、おい。自宅でないと聞けませんってこと？んだよそれ、しょうがねえな。じゃあ好感度一番低い子、あ、チコリか。チコリ連れてくか。俺のライバルはリンデンだけだな。あとの二人は本当にうぞうむぞうですよね。リンデンがな、まあね、ショタって人気あるからな、しょうがないね。ショタは大好物だから女子の。はい、フェンネルが家に帰ったらまた訪問して言葉と金品をいただこう。はっ。なんでだよババア、およしなさいよ。もう少し探求心をしっかり身につけてからじゃないと。なんで立ちはだかるんだ。どけババア、チコリーにいいように顎で使われるだけですよ。どんな修行いたしましょうかね。んだそれ、不在なら不在って言ってほしいんだけど。おばあちゃんが探求心の特訓したいだけじゃないのかこれ。俺と若い男と探求心の特訓したいだけじゃないのか。おい、持て余してるんじゃないのか。くそー、いないのかよ、せっかく誘いに来たのにな。よし、俺これマイナス出したこと一回もないんだよね。見せてくれるね、若いってことは素晴らしいよ。おばあちゃんとめちゃくちゃ探求心の特訓をした。あれ？普通にチコリいるじゃん。
なんでリンデンに会わせてくれんだよ。なんで俺は会わせてくれないの。出かけてるとかじゃないのこれ。どういうこと。本当におばあちゃんが俺と探求心についての探求をしたかっただけ。やいババア、孫を出せ。いるんじゃねえかよ。何だったんだよさっきの探求心のくだりは。じゃあおゴンブドロ掃除、渡せるもの、盗賊の鍵か、あげる。なんかくれそうだしね。またありがとう。いえいえ。じゃあ週末冒険に来てくれるかな。もちろん連れてってもらうわよ。自分で動かなきゃ、待ってるだけで手に入るものなんかたかが知れてるもん。能動的泥棒ですね。いいことだ。ローズマリーさんが噂してたよ。王子とマレインさんは近頃いい仲みたいだって。お噂になっちゃってるか。まあそうだよね、格闘大会で2度もチューしちゃったからね。もちろんマレインさんのあの妹さんのことも承知してるよね。あ、これか、チコリに話が聞けるってやつ。ずいぶん前の話な気がするけど、妹さんってミノさんのことでしょ。知ってる、俺が昇天させたから。ならいいのよ。それにあれは事故だったってうちのばあちゃんも言ってたし。格闘の練習をしてて回し蹴りが延髄に入ったんだよね、ミノさんの。初めは戸惑うかもしれないけど、考えようによっちゃ二人分なんだし倍楽しいよね。うん、姉妹丼だね。それにしても王子って意外と包容力あるんだね。僕見直しちゃった。お、本当かい。惚れてもええんやで。惚れ直しちゃったってつけてくれるとね、おじさん頑張れるんだけどね。よし、じゃあちょっとフェンネルの話が聞けなかったんで、とりあえずこれはセーブしてフェンネルのところにちょっと会いに行くか。物くれよ、感謝の言葉でもいいぞ。そうそう、王子様、この話しましたっけ。あの後また天界から一通だけ手紙が来たんです。お母さんとお父さんは死んでるんだっけ。内容はたったの2行、新女王決定につき期間の必要なし。もう私何のためにあんなに苦しんでたのかしら。体中から力が抜けちゃって。展開もいい加減だよね。手紙で報告するってのもな、なんか使者とかよこせばいいのに。どうせ女王様なんてできっこないし、こっちの生活もそれなりに楽しいから別にいいんですけどね。結局セルリアック将軍は何だったんだろうね。塔の上で頑張ってるってカモミール言ってたけどさ、何を頑張ってたんだろうな。天界と戦争してる勢力のお偉いさんなんだよね彼は。なんでこっちに来たのかな。フェンネルを狙ってたってことだったのかな。女王候補ってフェンネル以外に他にいたんってことでしょ。フェンネルをなんか抹殺しなくても、別にね、展開抹殺したとしても展開側には何の損害もないってことなんじゃないのこれ。何のために彼は死んだんだ。なんだかな、かわいそうなセルリアック将軍っていう絵本を書いて印税生活を送りたいな、彼のためにも。よし、行くか。特に目的はないんですけど。相変わらずお母さん吹きさらしになってんな。
ここ妖精が出るんだよね。で妖精しばくとなんか経験値というか女の子の好感度めっちゃ上がるんですよね。どうしよっかな。宝箱も近いし、宝箱取りつつ、確かここなんか臭いやつあるよね。あのヘビスミレだっけ、豚スミレだっけ、ヘビアカネか、ヘビアカネか豚スミレのどっちかがあったと思うんだけど、じゃそれ取りつつだね。取りつつリンデンを芝子。じゃあ行きます。サイコロ2つしかないのか。9、下と上か。これどっちだろうな。ちょっとこの2つ取りたいな。ここまで行くか。うん、ちょっと一周してこよう。気合のサイコロ、お、いいね。妖精は出ない。ダンシングライフ。超余裕値。リンデンの首をかっ切ろうと思ってたんだけど、逃げられたからな。お、ゾンビキラーとか生意気なもの持ってやがる。いらないなこれ。気合のサイコロをいただくわ。いやー、王族相手の追いはぎは楽しいぞえ。チャンスを見逃さないね。決めてから動くのも早い。腹のくくり方もよし。褒めてあげる。ありがたき幸せ。なんか手癖が悪いって言われてるように聞こえるな。お、ヘビアカネ出たな。リンデンのところに出たか。あれをちょっといただきたいんだけどな。確かヘビアカネだけは渡したことなかった気がする。ん、先んずれば人を制す。これトレジャーハンターの基本中の基本だよ。お、やったー、やったー、おたおたおたお監督。じゃあリンデンは、リンデンちょっと遠いかな。あー、22マスいけるかな。サイコロはいくつある。4つ、22マスデフォルトが4でしょ。2つ、6個掘れば22マスいけるんじゃないか。ヘビアカネゲットしたい。どうしてもサイコロは、いや、いけ、いったか、これ。あ、いった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 。魔女もついでにぶっ飛ばして、リンデンもぶっ飛ばそう。いや、魔女はスルーした方がいいか、これ。あー、でもスルーすると届かなくなるか。25マス、あー無理だよね。あー無理ですね。やるしかないか。いいね。You have to punish me! やったぜ。おし、じゃあいただきますかね。王族相手の盗賊行為はやめられませんな。審議ファイナルティーブラスト。もうじゃめ。やってることトレジャーハンターではないけどね。山賊か追いはぎの類だよ。はい、お疲れ様でした。今回は三王子
すべての首を上げることができました。余は満足です。それではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様です。